小さかったら高く飛べ、ともバスケットマンです。そんなあなたにはインニュアーフェイス、はい、ということで今日もやっていきましょう。今日も始まりましたバスケットマンのスイカート NBA ということで、まあ僕のチャンネルでですね、たまにアートオブチャンピオンコレクションっていうねスニーカーが出てくると思うんですけども、まあ何個か種類があって、それがちょっと何なのかっていうのを今日は説明させていただきたいなと思います。行ってみましょう、レッツティップオフ。ということなんですけども、そのアートオブチャンピオンコレクションって、まあ、スニーカーのコレクションになるんですけども、まあそれが一体何なのかっていうとですね、 NBA の優勝したことのある選手16人を称賛して作られたスニーカーのコレクションってわけなんです。だから16種類あるんですね。でみんな NBA チャンピオン持ってる人たちってことになります。で一個一個紹介していきたいなと思います。何個か持ってるんですけども、全部が全部日本で販売されたわけではないんですよ。そう、ごく少数ですね、全体的に。ということでちょっと今から紹介していきたいなと思います。行ってみましょう。まず1個目なんですけども、コービー・ブライアントのコービー・プロトロ、これはですね、名前がファイナルセコンドって名前がついてて、まあちょっと難しいんです、説明が。まあ何を言ってるかというと、2006年の、第4戦のコービーのプレーを称賛して作られたものがコービー・ワン・プロトロの、まあこちらなんですけども、はい、これが第1作目になります。まあ、出た順番にちょっと説明させていただくんですけども、まあ、有名ですよね。このスニーカーを履いて、まあ、スニーカーバッシュを履いて、まあ、トロントラプターズ戦で81点を取って、で、その時の、まあ、2006年のファイナルかな確か。で、第4戦、2006年、ファイナルじゃないね。プレイオフ第4戦ですね。サンズ戦かな確か。で、コービーがすごい活躍したことを称賛して作られたのがこちらということで、これがまず1個目になります。で、2個目が、まあ、ジュリアス・アービング、ドクター・ジェイですね。ドクター・ジェイの名前がザ・スクープってことなんで、こう、レイアップをこうやってすくうように、スクープってすくうって意味なんですけど、こういうの感じをね、でドクター・ジェイのその華麗なプレイを称賛して作られたのが、ザ・スクープなんですけど、コンバースのプロレザーっていうのが、アート・オブ・チャンピオンのコレクションに入ってます。そして3つ目が、ラシード・ウォレス。ラシード・ウォレスのエアフォース・ワン、はい、シードということで、名前がルードアウェイキングということで、まあ、無礼な行いって意味、無礼な、まあ、ウェイキングだから起こされるって意味なんですけど、まあまあ、ラシドーレスって言えば、まあ、よくテクニカルファウルを取られてね、よく退場とかなってたじゃないですか。まあ、それを、まあ、称賛したわけじゃないんですけど、そういうイメージで作られたのが、エアホースマンハイの、シードということで、それがレイカーズ戦の、ファイナルですね。デトロイトピストンズ時のレイカーズ、そのファイナル行きましたよね、みんなでね。で、相手がボールスターみたいな連中だったじゃないですか。それでもピストンズは勝ったっていうのを称賛して作られたのが、エアホースマンハイ、ラッシードってことで、ラッシード、ザ・シードですね。で、4つ目が、ジョーダン1、レナードですね。カワイ・レナードモデルのパスアトーチということで、ここにあるんですけども、まあ、ここチャンピオントロフィーがついてて、これはまあ何回か僕のチャンネルでも紹介してるんですけども、MVP を取った時の、あのファイナルの時ですね、あれを称賛して作られたのがこのパス・ザ・トーチ、バトンを渡すって意味なんですけども、これがちょっとよくわかんないんですけども、コービーの時はついてないんですよ、このトロフィーが。で、まあレナードの時はついてるわけなんですよ。で、わかんないってわけじゃないんですけど、一応説明文によると、第4戦のサンズ戦を称賛して作られてるのがこちらなんで、その時は NBA ファイナルじゃなくて負けてるんですね。だから多分トロフィーがついてないんじゃないかなと思っております。そして、まあ、コービーの箱は普通のあのコービーマークなんですね、こういう。で、パス・ザ・トーチは、前も説明してるように、このマークがついてるわけなんですよ。NBA ファイナル、要は優勝するために、優勝するために勝ち進まなきゃいけない勝率の数ですね。で、こっちはないっていうのは、多分今ちょっと説明してて分かったのは、称賛してる戦いが違うから、もしかしたらトロフィーがついてるやつとついてないやつがあるのかもしれないです。で、
次が、まあ、ビル・ラッセルということで、まあ、有名ですよね、ビル・ラッセルは。ボストン・セルティックスかな。コンバースのチャック・テイラーですね。で、そのチャック・テイラーの名前が、3040ってことで、まあ、3040ってどういうことなんですかというと、まあ、ビル・ラッセルが NBA ファイナルでですね、30得点、40リバウンドしたことがあるんですね。で、それを称賛して作られたのが、そのチャック・テイラーの3040。そして、6個目が、こちらのボン、ナイキ・エア・マエストロ2、スコッティ・ピッペンのトリフェッタということで、はい。これがね、まあ3つのものって意味なんですけども、この3つは僕、まあ言った通りなんかその得点、アシスト、リバウンドとか言ってたんですけど、まさにその通りで、1993年の NBA チャンピオンになった時に、まあ NBA ファイナルの時に、まあ簡単に言ったら、スコッティ・ピッペンがトリプルダブルをかましてるわけなんですよ。で、そのトリプルダブルを称賛して作られたのがこちらということで、やっぱりちゃんとトロフィーがついてる。そして、7個目かな。7個目がジョーダン28のレイアレンということで、レイアレンモデル、ロック・ザ・ロードって名前がついてるわけなんですけども、まあ、ロックした、もう道をね、ロックして作ったって意味なんですけども、スリーポイントシュートですね。これ何を表してるかというと、まあ、マイアミヒートの時のレイアレンですね、ザ・ショットですね、完全なるブザビでかましましたよね、スパーズ戦で。あれをイメージして作られたのが、ロック・ザ・ロードの、まあ、ジョーダン28、旅みたいなやつですね。次が、ケビン・マクヘルかな。ケビン・マクヘルのコンバースのファーストブレイクっていうものなんですけども、僕ちょっとあんま詳しくないんですけども、まあ、そのファーストブレイクってものが作られてて、名前がノーイージーバケットってことで、まあ、バケットは簡単ではないって意味なんですけど、バスケットじゃなくてバケットなんですけども。で、これ、まあ、あとちょっと一番最後に説明しましょうか。で、次はコンバースのスタープレイヤー OX ってやつで、これ結構難しい、名前なんだっけな。ウェズリー・アレクセンドローって言って名前で、そのスニーカーの名前がインテグレイとか、インテグレイってなんか物体がないみたいなやつなんですけど、まあプレイを表してると思うんですけども、その人のプレイ見たことないからちょっとわかんないんですけど、その人のスニーカーもあります。そして10個目が、モーゼス・マローンですね。まあバークレーとかと一緒にプレイしたフィラデルフィア 76ers のモーゼス・マローンなんですけど、それがエアフォース1ローで出てるんですけども、名前がフォっていう名前で、ちょっとね、擬音でちょっとよくわかんないですが、フォッフィフォってやつがあるんですよね。まあそれも作られてて、こうやってチャンピオンになった人たちのスニーカーがバカバカ連発で毎月のように出てたんですね、その当時は。で、11個目が、ジョーダン11、ローの唯一の女性の選手なんですけども、マイヤームーアだったかな。まあ女性の、選手で、まあチャンピオンを取った人がいて、まあそれを称賛して作られてるのが、ルックトゥークイーンかな。まあ、11ローのなんかピンクっぽいやつだったかな、確か。次は、レブロン・ジェームスの、ズームレブロン・ソルジャーなんですけども、名前が25ストレイトって名前がついてまして、で、どのプレイのこと言ってるかというと、2007年のプレイオフですね、第5戦で、まあ、オーバータイムまで落ち込んだんですけども、そのオーバータイムの全得点レブロン・ジェームスがしたと、それを称賛して作られたのが、25ストレイト。で、その時確かね、1試合48点取ったのがレブロン・ジェームス。で、そういうのがあります。で、次がケビン・デュラントの、ズーム KD ですね。名前がバトルテストってことで、まあ、ゴールデン・ステイ・ソーリアーズの最後にシュートってやつあったじゃないですか。まあ、ブザービーターとは言えないですけど、あれでシュートを、まあ、試合を決めた感じかな。何年だったかな、忘れちゃいましたけど、怪我する前のシーズンのやつですね。それで作られているのが、ズーム KD ということ。で、14個目が、その NBA チャンピオンを取ったチームに与えられるってことで、エアフォース270っていうのが選ばれてるんですね。ゴールドスタンダードって名前で。まあみんなで取ったって意味で、みんなそのチャンピオンだよってことで作られてると思うんですけども。で、そして最後が、ジョーダン14のザ・ラストショット。ブレッドですね。黒赤の。あれが、まあ最後に入ってるんですけども。で、今ので15人になるわけなんですよ。15人。でも、アート・オブ・チャンピオン・コレクションは16ってことで、16人目が、シークレットってことで何が出るかわからないってことだったんですよね。で、シークレットは、出たのかな？俺ちょっと記憶ないな。で、僕はシークレットは、デニス・ロドマンのワームとか、なんか、そういうロドマン系のやつが出るんじゃないかってずっと思ってたんですけど、これ、出たのかな？あれちょっと覚えてないな。誰か知ってる方がいたらちょっと教えていただきたいんですけども。で、これムカつくのがですね、ムカつくって言っちゃうよくないな。なんかね、
日本で出たやつと出ないやつがあるわけなんですよ。で、出たやつは、まあわかるんですよ。ナイキとかでね。出ないやつで、まあ言ったらコンバースとかは日本で販売できないじゃないですか。でも版元があっちにあるから。だからまだわかるんですよ。わかるんですけど、ナイキなのに出なかったやつとか結構あって、言ったら、ラシード出なかったですね。エアフォースワンハイと。で、エアフォースワンローも出なかったですし、あと、レイアレンのジョーダン28も出なかったわけなんですよ。で、出たのは一応、変えたんですけども、で、言ったらこれも多分ね、日本で出なかった、確か。マエストロ、これ確か僕、知り合いに頼んで買ってきてもらったんだな。そうそうそう。出なかったんで、出たやつ出ないやつかって、せめて、ナイキだけでもいいから、僕はちょっと出してほしいなって思いましたね、本当に。そう。なんで、まあね、で、出たやつだけは変えたって感じで、まあ28もレイアレンと高いんじゃないわかんないですけど、ちょっと調べてないからわかんないですけども、これが、まあ僕がよくしょっちゅう言ってる、まあ簡単に言うと、アート・オブ・チャンピオン・コレクションのシリーズなんですよ。全部で16種類あるんですけども、まあ16種類持ってる方いるのかな？いたらちょっと教えていただきたいんですけども、はい。ということで、僕の動画でよく出てくるアート・オブ・チャンピオン・コレクションを今日は紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？今日の動画が良ければですね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。 See you next game!